劇場版スケバンデカを語ろう。どうもゆちゃまです。この作品、この映画を作ってくれてありがとう。この一言です。スケバンデカ2が終わってしまって寂しいなという思いを残したファンのために制作した作品なのかなって思いました。すごい、もうファンありき、なんかファン目線というか、すごく最高でしたね。朝宮さき、雪乃さん、お京、誰も欠けることなく出演していて、しかもその再会の仕方もそれぞれこうね、しっかりシーンが作られててよくて、特に雪乃さんとお京が再び会うシーン、めちゃくちゃ良かったです。こう車でこう走ってて、雪乃さんの車が、でお京がその目の前に来て、で咲のためにね、こうピンチだから再び3人で集まるっていうのが良かったですね。で別荘でカレー食べながら作戦会議したりね、ほんとシュールなんですけど、なんかそういうなんかスケバンデカワールドも良かったですね。でスケバンデカって、まあ、2で終わりじゃなくて3もあるじゃないですか。その3につなげてるのも良かったですね。3代目風間由衣も共に戦ってくれて夢の共演でしたね。なんかね、ヘリコプターで敵がこうやってくるんですけど、それをこうヨーヨーでこうなんて言えばいいんですかね、ヨーヨーで戦うっていうか、なんか普通ありえないんですけど、なんかそこもまたスケバンデカワールドでしたね絶対無理じゃんって感じなんですけど、個人的にはね、この映画本当に良かったので、可能であれば斉藤由貴さんもちょこっとでいいから出てほしかったですね。もうスケバンデカ勢揃いみたいな映画にしてほしかったっていう思いはあります。テレビ番組だとちょこちょこ3人で集まってスケバンデカ勢揃いっていうのはあるんですけどね、ちょっともったいなかったかな。ストーリーもアクションや爆破あり、ほっこり感動ありで、なんかむちゃくちゃな部分ももちろんあったんですけど、さっき言ってたヘリコプターとかね、もう楽しんで見れるお祭り映画でした。楽園のドアは名曲中の名曲でしたね。個人的には坂上忍さんが俳優で出ていてびっくりしました。若かったですねゆうちゃまでした。いやもうね、楽園のドアはね、こう本当にいい曲で、最近もずっと聴いてます。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。